はい、ゆうくんこんばんは。早速質問なんですが、僕はいつも先生のレッスンをノートにまとめてるんですが、ありがとうございます。今日も来てくれましたね、レッスンね。これを自分の技として引き出すにはどうすればいいのでしょうか。森谷先生の意見を聞きたいです。いや、ね、もうゆうくんがいつもやってるように、例えば何でしょう、こうセッションに行って、で実際にそのノートに書かれてあるやつをちょっと実際に使ってみると、で使ってみることで、この自分の中でこう大事な情報として、こうインプットされるわけなんですね。で結構ドラムのフレーズに限らず、なんか体で覚えたてのやつっていうのは基本的になんか人間の脳ってこうすぐに忘れるようにできているので、なので繰り返しやったものとか、自分がそのすごい大事な状況で緊張した状況で使ったものとかっていうのは記憶に残りやすいんで、なのでちょっと、気持ち、その緊張してる状態の、例えばそのライブとかセッションとかで実際にその、技をこう使ったりすると、まあ、深くね、これはもう、大事な情報だっていうことを、まあ、自分のこの脳が、こう、ちゃんと理解して、それで、ちゃんとこう、記憶に残っていくので、なので、どんどん積極的に、まあ、今、実際に、ね、セッションに行ったりとかして、まあ、積極的に、こう、ステージに立たれたりとかしてると思うんですが、まあ、それを、引き続き続けてもらうと、ちゃんとこう、自分の技として、役に立ってくると思うので、はい、そんな感じで、やってみてもらうといいと思いますかね。はい。